ザ・トークショーのスタジオをセットアップしてるよ。そこがセットで、ライトがあって、で、そこにマイクがあって、で、こっちにもマイクがあって、ここはコミュニケーションが取れて、そして、これを、iPhone をつないで、リモートとつないで、それをコンピューターの中に入れて、YouTube から発信するって感じ。ね、今してるのが、とりあえず今2カメしかつけてないけど、このカメラと、このカメラがあります。で、これ大事なのが、この HDMI が、やっぱね、抜けたりしたらいけないので、これテープで留めて、そしてここも、番号のとこに、パーマセルテープで留めたり、必ず電源は取って、もちろんコーヒー飲みながら。で、今これぐちゃぐちゃになってるけど、まあ後で直すけど、できたらこのタコ足というか、この今これ使ってるんだけど、こういうのを使うと、大きい、例えばこういうプラグを入れちゃうと、もうこういう間隔が狭いので、1つの穴で3つぐらい潰れるので、こういう配線は1本から柔らかいケーブルが何個にも分かれてるような、本当のタコの形みたいなタコ足の方がいいと思います。こういうのだと、例えば10個あっても、そのうち5個ぐらいしか使えないってことは結構あるので、僕はちょっと今度ケーブル買い足すときは、それ本当のタコ足にしようかな。で、ここに一応4カメぐらいしようかなと思ってるけど、ライトがあって、今その3カメがあって、で、その奥に自分がどう映ってるか見えやすいようにモニターを置きました。まあ、モニターっていうかテレビなんだけど、で、ここ配線はちょっと今出てるので、これはこういうのを裏に入れて、カメラから見えないように後でっていうか今処理します。これ僕が好きなブルーのマイク。ね。